はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。あ、冷房切りますね。音がするんです。ですね、ニューズウィークのこれはちょっと前、7日月曜日の16時47分に出た木村美希三木というですね、幹部の幹ですね、はい、三木、昨日三木の三木ですね、なんて言うんでしょうね、木村三木さん、韓国を知るというシリーズがあって、あんまり、見なかったかな、韓国における構成とはクエスチョン、公共放送 KBS の受信料騒動が浮き彫りにした韓国社会の分断ということで、ちょっと読んでいきたいと思いますが、本文ね、日本の放送法は放送事業者に公平であることを求めている。同様の規定は韓国にもある。韓国の放送法は第6条で、放送による報道は公正かつ客観的でなければならないと定めている。このような放送の公平や公正が特に高い水準で求められるのは公共放送においてであると。公共放送に関わる韓国のシステムは複雑であり、まあ飛ばしましょうね。で、韓国の公共放送が日本と大きく異なるのは法的な在り方よりも社会的立場である。背景には2003年に成立した進歩派のノムヒョン政権以来、言論改革をめぐる議論が存在。言論改革って何やねんと思いますけどね。のは当時の韓国の言論状況は保守勢力に支配され歪められた状況にあると批判して改革を主張した。同政権はその手段の一つとして、自らが支配権を持つ公共放送への人事権を利用し、結果公共放送においては進歩派が主導権を持つ体制が確立されたと。これね、この時から始まったのは、要は簡単に言えばね、その時の政権がね、日本で言えばね、NHK の人事を全部決められるわけですよ。まあ実際 NHK の人事は国会同意人事ですけども、日本の場合はですね、あんまりそこをですね、まあ問題になったことは何回かありますけども、確か NHK の会長だけでしょ。向こうはね、編成局長ぐらいまでは全部決めるんですよ。だから政権が変わると何十人と移動すると、まあ、首切ってすげ替えるわけですね。でそれをやってきたわけですね。でその今はムンジェインが任命した人たちがですね、結構ですね、いっぱいまだ居残ってるわけですね。だから政権にはですね、今のユン・ソンニョル政権には厳しいんですけども、ユン・ソンニョルさんまだですね、それを行使していないようですね。お前ら首とかって、新しいのこっちとかって、ムン・ジェインは露骨にやってましたけど、ユンさんはそんなに露骨にやらないですね。その代わり何をしてるかと言いますと、あいつらね、左側の報道ばっかりすると言ってですね、要は受信料をですね、向こうはね、電気料金と一緒に徴収してるんですよ。そしたら払わざるを得ないでしょ。でそのやり方を変えると、もう電気料金と一緒に徴収しないと、自分らで勝手に徴収せえということにしてるわけですよ。そっちから攻めるんかっていう感じですけどね。でですね、なんでその対立が起こったかというと、変更してるわけです。日本風によると変更してると。日本でも NHK かなり変更してるでしょ。あれは昔の名残なんですね。昔1960年代70年代っていうのは、大体そのメディアの人って全部左やったんですよ。まあ産経ぐらいちゃいますかね、少しは右やったのは。読売までもなんかどっちかわからんぐらいに、な感じでしたね。もちろん各放送局に入るような人もですね、まあ当時の大学生はほぼ9割5分ぐらいは左の感じですね。熱心が熱心じゃないかというだけで、基本が左なんですね。で学者先生も左しかいなかったの、当時は。まあ今でも左の方が多いですけどね。そうするとやっぱり変更してしまうんですよね。その名残でずーっと来てるわけですよ。で今の若い人もね、どっちかと左の人も結構いるんですね。そっちに染まってるような人が。まあ、大学の先生はね、今でも左系の先生多いのと、あとはやっぱりね、人間ね、いつも言うことですけど、自分の頭でものを考えて判断できるとしたら少数派なんですよ。ごく少数派です。1割いるかなーっていう感じなんですね。ほんでじゃあ他の人はどうなるかっていうと、流されるんですよ。例えば自分のついた大学の先生が左やったら、ひょえーっとそっちが正しいと思い込むわけですね。
で右か左かも最近わからない人も結構いますからそういう人はそういう人でもね優秀なんですよ。あの偏差値は高いわけですよ。でそれで局に入るとですね、あの先輩の言うてる通りにわーっとそっちかって言ってしまうわけですね。でそうするとやっぱり変更してしまうわけですよ。で変更してるということを40ぐらいだと気がつかないんですよ。気がつかないというか、ある程度気がついても今更変えられないわけですね。だから NHK も全体的には左で何やってんやろこいつらという変更を時々してるんですけど、しかし韓国では放送法が定める公正や客観性は中立性よりも正しさ、特に直裁には正義に関わるものと認識されている。その前をね、例えば日本では放送法が定める公平とは政治的な中立性と結びついて考えられる。つまりあの自民党を40分流したら議席に応じてその他の党も40分以上は流そうと、そういうのがあれですね、中立性ですよね、日本でいうところの。でそれぞれ の主張もちゃんと入れとこうっていうのは中立ですけど、向こうはそうじゃないですね。彼らの公正や客観性っていうのは彼らが正しいと思うことがそうなんですね。それちゃうやろうと思うんですけど、すなわち公共放送は正義に沿った報道を行うべきであり、故に間違った放送方針は撤回されるべきと考える。問題は保守と進歩の両派に分断された韓国社会では、両者が等しく認める正義はすでに存在しないことである。存在します。反日。これは両者が等しく認める正義です。それ以外はあかんのですよ。だから反日やったらね、こう一緒になれるんですけど、反日以外のところで一緒になれないっていうのは彼らですね。政権交代ごとに政府が公共放送に干渉し、首脳陣の更迭を行うのも、時の政府の報じる正義と前政権が任命された首脳陣の正義が異なるからに他ならない。正義というといかにも主観的ですよね。その人その人に正義があるわけですからね。もう正義と公正は違うんですよ。だから彼らは言葉の意味をですね間違ってると思いますね。正義と公正は必ずしも一緒ではない。正義は主観的なものになって、公正というのは、まあ、100人おったら70人ぐらいが、まあ、それでいいやろなって思うのが公正ですよね。それと正義とは違います。彼らは常に正義が優先するんですよ。公共放送は本来何かしらの公共の利益のために存在するものであり、だからこそ前提には何が公共の利益なのかに対する社会の共通理解が必要である。だからこそ共通理解が失われた社会において公共放送は基盤を失うことになる。韓国の状況を参考に、公共放送とその前提となる公共の利益や何かを考えることは我々にとって意味がありそうだと、まあ、こういう無難な終わり方をしてますけど、向こうにおいて公正とか中立とかっていうことはだからありえないんですね。彼らの観念の中に公正とか中立とかありえないんです。日本でいうところの公平とかね、人間関係においてさえね、彼らはヒエラルキーなんですよ。自分が上か下かとそれだけなんですよね。対等という概念がありえないわけですね。非常にだからね、不思議な人たちですね、僕から見ると。で、多くの日本人はそういった彼らの特性というものを知らずにね、お付き合いを始めるんですよ。だからやたらと戸惑ってるところがありますね。対等という概念がないわけですが、彼らもですね、我々見るとき自分が上か下かを見てるわけですね。めんどくさい連中でしょ。で、その何が正義かを決めるのは彼らのエモなんですよ。つまり非常にこの自分が正義だと思うところが正義なわけですね。それは正義ちゃうやろと僕は思うんですけど、まあさっきも言ったように正義は主観的ですからね、それぞれの人の中に正義があるわけであって、まあそれはまあええやん、勝手にやったらええやんと思うんですけど、まあ勝手にやってくれりゃええんですけどね、基本的には。ただ日本にそれを及ぼすなということを言いたいんですけど、まあそれも無理な、外交をやってる限りは無理ですね。いやー、そういう感覚ってね、多分ね、お隣さん、世界でお隣さんぐらいしかないんちゃうかなと思うんですね。そういった感覚っていうのを、だから彼らには中立も公平もないわけであって、他人のそれを、あの人が正義というのを認めないわけですね。認めないなら認めないでいいけど、ああそうで済ませられないのがお隣さんですね。これはだからね、彼らのですね、オリジナルですね。オリジナルっていうのは、オリジナルを、こう、なんて言いますか、が出た彼らの言い方でですね、自分たちの独特のという意味で、彼らの売りっていうのは我々っていう意味なんですけど、売りならデハ民国っていうと、我らが大韓民国という意味なんですけど、売りは我々という意味ですね。
でオリンクという言い方がありましたよ。あのコリアでしかありえないという意味なんですけど、オンリーインコリアっていうので、これはお隣さんに在住のヨーロッパ系の外国人たちが、は何こいつらと思った時、あまたオリンクやとこれはコリアでしかありえないという意味だそうでございまして、彼らの正義というのはまさにオリンクということですね。このニューズウィークのアドレスを貼っておきましょう。はい、皆さんどうもありがとうございます。